皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。本日は2022年6月の29日、今横浜にいます。ここは根岸山手の米軍住宅で、今は閉鎖されてますね。ね、立ち入り禁止です。で、こちらが森林公園。今日は仲間のやつと一緒に森林公園に散歩行きました。こんな感じです。おはようございます。はい、どうですか。バグチャンネル。いやいいね。暑いけど。ここは元、あ、これか、競馬場だったよね、確か。元競馬場ですね。うん。へぇ。日本初の洋式競馬場。うん、日本初。で、さっきの、この、うまみ台、うまみどころ、馬券所、アメリカ人建築家、J.H. モーガンが設計、3つ並んだ塔が、特徴的な建物です。ね。はい。綺麗ですね。シューズはビボベアフット。ね。公園の中にもシングルトラックがあるんですね。ね、いい森ですね。
いいですね。え、丘の、そこの丘の向こう、バイエン、バイエン、へえ、でその向こうが桜、なるほど。ね、建物が一切見えないのもいいね。気持ちいいですね。うん。建物があります。ね、根岸森林公園。向こうにはみなとみらい、結構海が近いんですよ。ポニーセンター、ポニーがいるんですね。鳥がいっぱいですね。そして池がある。ああ、いっぱいいる。鳥の木。なんていう鳥なんでしょう。なんでしょう。サギもいますね。サギの後ろを歩いてみたいと思います。ちょっと気にしたな。安全地帯は水の中。いいですね。亀が甲羅干しをしてますね。ね、あの取水口のところ。おお、よく見ると泳いでる亀もいれば。2匹コラボしてます。わかるかな。ハトさん、おはようございます。どうもメスのようですね、うん、美人さんだね。いかがですか、根岸森林公園ね。ここは元競馬場、そして今は鳥の楽園。ランニングのおじさんも垢抜けてますね。オレンジマン、ちょっと水浴びちゃおうかな。まるでお城のような建物ですね。ああ、斜めは観客席。ね、なかなかの廃墟ですね。こちらに当時の写真がありますよ。
根岸競馬場観覧席全景ですね。これがモーガン広場。なんと富士山が見えるんですよ。あ、富士山が見えます。富士山が見えます。大山も見えますね。で、みなとみらい、それじゃあ皆さん、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ダンゾチャンネル、ありがとうございます。山手から港の方に降りてきます。水が湧いてるんだ。湧き水ですね。ちょっと冷たい。気持ちがいい。冷たくて。どうぞ。あー、冷たい冷たい。ね、気持ちがいい。あー